皆さんおはようございます。おはようございます。成田ゴルフクラブにお邪魔しております、うん、今平修吾プロです。すごい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。最初からすごいところ狙ってったでもあっちなんですけど、マジすごいな。いい、おこれは良い。ナイス、これは勝ちでしょう。ナイス、あとは勝負です。ボール1個、もっと曲がるかな。ボール1個ぐらいかな。ボール1個、はい、入れ、来てる。あ、結構曲がったね。ボール1個じゃないな、もうちょっと曲がるかも。キュッて入れてもらっていいですか。私がね、ワンカップぐらいかも。結構早い、全然打てなかったね。ゆいちゃん、ちょっと嬉しさに弱いって言ってマジで入んないパターンが。行ってくれ。曲がれ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 。え、ちょっと待って、右出すぎ。ガーン。ミンゴルチームパーでした。パーでした。惜しいでしょ。惜しいでしょ。オッケーです。はい、なんかもう入っちゃいそうだ ね。全部吸い込まれていきそうでドキドキする。はい、バケバケバケです。はい、もはやうますぎてみんな声が出ない。2台目で、うん、お願いします。はい、はい、もう結構池が近いんで。ラフ打っちゃった。もうすごすぎてよくわかんなくなる。なんか本当になんかって感じですよね。もう声なんか言葉にならない。これが言葉にならないっていう。ショットがすごすぎて近くで見たら余計、うん、すごいすごいよ、ね、本当にすごすぎて、うん、え、あーみたいな。これがやっぱプロみたいな。賞金王のショット、日本のトップですね。すごい。俺のやつがいいかな。そうです、飛んでるやつの方がいい。あれあれ、そう、あの斜めのやつ、あれそう、はい、うん、もうティーショットは池内さんに全部、はい、お願いして。本当にそれでもあんな違うんだから、ね、確かに確かに。
スラホール終わりましたけど、はい、想像とどうですか、彼女たちの実力のほどは。いや、やっぱうまかったですね。やっぱセカンドショット2ホールとも近くつけてきたので、すごいうまいなと思いました。ちなみにですね、今日今平プロのショットがすごすぎて、はい、どっからがナイスでどのぐらい満足してて、どのぐらい満足してないのか多分全然わかんない。球も多分終えてないと思うんですよ。2ホール終えて、はい、これ納得だなってショットを今平プロってありました。でもティーショット2回とも満足したショットでした。それすごい、はい、なんか打って、はい、点数でもいいし、まあまあとか、はい、そういう表現でもいいんで、合格ですとか。分かりました。今のないな、はい、とりあえずバンカー越えで170-180 から190あった方が、はい、キャリーで。よろしい、よろしい。まあ、でもこれミスしても大丈夫。うん、まあ、気楽に打ったよ。俺ナイスショットだったから。確かに。ナイスだし。よいしょ。これしてるの長くていいかな。ああ、やっぱバンカー。攻めて。攻めてね。オッケー、ナイスショット。はい、5番アップで、はい、これは行くんですか。これ狙います。ちょっと今のは50点ぐらいです。50点なので？ちょっと当たりが低かった。すごい。当たり方当てる。スクランブルだから俺結構楽勝かなと思ったんだけど。そうだね。だって番手何と違うんだろう。多分5番、5、6番って違うからね。92。ナイス。ケラ。ナイス。近そう。近そう。っしょ。近そう。っしょ。超良さそう。ちょっとショートかな。私はアプローチでいきます。お、これもいいよ。ナイス。ちょっと見てみなきゃ分かんないですけどね。いいプレーしてます。頑張ってますよね。これもなんか良さそうな。ちょっと左かも。ナイス。さあ、グリーン勝負。でも、もう乗ってるからイーグルパットってことですよ。そうそうそう。人生でイーグルパットなんてしたことある？ない。私もない。なんかたまになんか偽物のイーグルパットみたいなのあるけどね。なんかパー5が超短いみたいな。あるね。女子はレディースティーを撮ってる。あ、そうそう、レディースティーだってさ、400ぐらいのパー5とかあれやろ。うん。で、今平プロの平均スコアは69、3アンダーぐらいですよね。69点いくつか、ね、いくつですよね。スクランブルで勝てないわけないですよね、絶対それで。お、近い。おお、近い。純ちゃん近い。近いです。よし。あ、そうだね。あ、近いって。よし。お、これを入れてバーディーにしとかないと。だけどもうイーグル確定じゃない。もうあ、イーグルじゃなくてバーディー確定じゃない。だから分けにしとかないと。あ、でも3人とも頑張ってるじゃん。3人とも頑張ってるじゃんね。もうぜひ入れてください。しかも50点がここにあるっていう。みんなそこに今気づかずに近い寄ったことに迷いを。50点でイーグルパット。ちょい上り。
エッジぐらい。あ、ここエッジぐらい。サイン結構切れそうです。サイン切れそうですね。しないよね。これはホッケーじゃないこれはホッケーじゃないよね、絶対に。うちらも入れないとです。これです。じゃあ、ライトエッジでいきます。エッジ、ライトエッジ最初に、うん、もう強気でお願いしますよ。すいません、さっき本当にペチって打って、そしたら入りますから。私も打ってみて、止まっちゃう。バーディーで負けなの？そうなんだよな。喜んだけど。ナイスバーディー。はい、バーディーでもダメなんだ。バーディーでもダメなんだもんね。バーディーじゃダメなの？あ、向こうです。ナイスバーディーです。ありがとうございます。距離何ヤード？計算すると196、はい、まあ、3ヤードぐらい上りがあります。5番やんすね。ちょっと奥行き、はい、ピン奥なんですか。ピンちょっと真ん中より少し奥です。5番アイアン、5番アイアン、5番アイアン。え、1.18なんで200ぐらい。もう声が出ない。なんかテレビゲームであのゴルフやってるみたい。ミンゴルを見てる気持ちになる。そうだね。なんかテレビゲームで90点あのゴルフやってるみたい。結構いいショットでした。180ヤードちょい上り。頑張って。ああ、ダメかもしれないこれ。ヘダ。取れ。全然。最後の望み。ゆうちゃん最後の望み頑張って。ゆうちゃん頼むよ。ちゃんと綺麗に低く長く出る。人が低く長く出てるよね。こう何ずっとこうなる。なる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 。ずっと低く長く出るところ。なるほどね。まあでもゆいちゃんもそうじゃない。もうずっとこういうイメージはあるよ。もっともっともっとなの。ただ男子プロって最初出玉低くて最後上がってる。うん。私ピョンってなってるもんね。フォローフルが上がっちゃうとそうなの。うーん、だからね、もうそ
それをね、あの距離の間近さで見れるってすごい。ボールがなんかすごいよな。これはでも向こうから見ると下りなんだけど、こっちはない。下り？上り？こっちから見ると上りに見える。あの下りです。下りなんだ。緩やかに下ってきます。全然こっちから見ると下りに見えない。下りに見えないと。このぐらい行きます。50センチは行く。結構最後曲がると思う。そうです。こんぐらい。50センチぐらい。あ、そうそう、その辺その辺。あ、もっと曲がる。めっちゃ曲がる。やっぱね、打ち出し。しかも、そんなに速くない。あ、これいい。来た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 、入れ。来てる来てる来てる、来た。あ、さすがセンス。ナイス。さすがセンスグリップ。やったー。さすがセンスグリップ。ナイス。来てる来てる来てる、来た。さすがセンス。ナイス。さすがセンスグリップ。さすがセンスグリップ。ナイスマリー。ナイス。ナイスセンス。素晴らしい。すげえ奇跡だ。奇跡とか言わないで。センスグリップ。これは勝ったでしょう。これはね。ちょっとプレッシャーですね。これはね、いいですね。センスグリップ、うん、皆さんセンスグリップ買ってください。サッカー通ると、はい、マグレが起きましたね。すごいパッと入りましたね。さすがです。あの読みの時はあのなんか下ってるように見えないとか、あのなんか面白いこと言ってましたけど、ちゃんと読んでました。皆さん、ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。